第6章、道いっぱいの姿。忌み地でもあるのか、三元四方ばかり草地になっていた。浜太郎が足を入れると、この頃穴を出たらしい蛇がのろのろ短い草を割って逃げていった。マジぞ、和助さんと相談しろ。どっちへ向かって暗い取りをするか。そんなことはいらねえや。わからずやめえ。うぬに聞いても無駄だ。よそう、和助さん。お天道様は真上よりは少し東寄りだ。どっちへおめえ立ちてえね。このままだ。そいつはいけねえ。浜太郎は外聞を気にかけてこんなことを言うのじゃねえ。自分の心でそう言うんだ。死の回り方で位を取るのが勝負の心得。悪いことは言わねえ。東からこっちへ少し寄って立ち向かいな。いらねえ。いやか？なら寄せ。支度はいいか。さあ来い。ダメだ、そんなじゃすぐおいらに切られてしまうわ。と浜太郎が眉を寄せると、苛立って見ていた町蔵は、和助さん、構うことはね、叩き切れ。町蔵がついている。うん。和助が血気任せに切ってかかる。刃をかわして浜太郎はただ一打ち、刀の峰を平叩きにかけて叩いた。お、和助の手から刀が落ちた。浜太郎はさっと退き、即に突っ立って町蔵の顔を眺めた。見ろい町蔵、おいらでなかったら和助さんの首がポロリと前に落ちてるぞ。言うまでもなく町蔵にそれがよく見えていたので、舌を縮めて口が聞けなかった。和助は土毛色になった手を伸ばし、刀を拾って立ち直ったが、頭が重たくなったらしく、足元に力が抜けていた。もう一度やってみるか、和助さん。くそ。今度はシャニムに刀を振って、破れかぶれの突っかかり方だ。浜太郎は避ける一方で、引っ下げた刀に物を言わせる気がなく、右に左にと荒れ狂う和助の刃をかわしながら、いい頃合いに飛び込んで、ただ一跳ねに刀を跳ね上げた。和助の刀が宙へ飛んだ。息を引いて亭主が向こう側の松の下まで逃げていった。落ちてきた刀は草地の端に突き刺さった。大抵手並みは知れたろうが、念のためにもう一度、和助さん、やってみるか。和助は口が聞けなくなっていた。この文では何度繰り返しても同じことだった。どうするね、和助さん。促せど和助は黙って頬に涙を流していた。おいら卑怯が綺麗だから、打てば打てるおめえを打たずにいる。と言って恩に着せるわけじゃねえ。イカサマ剤のいざこざから砥石を背負って出てきたのが明太郎さんの不運さ。おいらは悪くねえと今でも思っているから、夜うなされたこともねえ。つばをと高く浜太郎は刀を収めた。10年経ってもまだ旅人、一時たてばゴリ七里も飛んでしまう浜太郎だ。遠視で因縁づく。また会ったらその時の表紙任せだ。行くぜ。
つかつかと街道へ出た浜太郎は草をなびかす勢いだった。和助は泣き入っていた。町蔵は目のやりどころのない苦しさで体ばかり動かせていた。浜太郎は蚊帳の軒下へ取って返し、置いてあった菅の傘を手に取った。片手で盆に小銭をパラリと投げた。おやじどん、お世話さん、ただいに少々話の聞かせちんも減っているよ。えとばかりで亭主は外の松の寝方で首をすくめた。さようなら。胸をそらしてゆく浜太郎の後ろ姿が亭主の目には道幅いっぱいに広がって見えた。